はい、こんにちは、ちちちゃです。エクスペリア以外のアンドロイド端末でもプレイステーション4のリモートプレイができるようになるということがプレイステーションブログで発表されました。本日10月の8日に予定されているプレイステーション4のシステムソフトウェアのメジャーアップデートをするとできるようになるみたいです。もしかするとこの動画が投稿された時にはアップデートができるようになってるかもしれません。リモートプレイの詳しい設定方法やプレイ感想などは以前この動画とこの動画の固定コメント欄でご案内しておりますので、ご興味がある方はぜひそちらもご覧ください。また Android 10を搭載した機器ではワイヤレスコントローラー、つまりデュアルショック4を Bluetooth で接続してプレイステーション4のゲームをリモートプレイすることもできるようです。ただ全ての機器で動作を保証するものではないとのことで、またこれコメントであったんですけど、一部の機種だと一度ペアリングするとペアリング解除ができなくなるというような事象もあるそうです。 iPhone だとそういうことはなかったんですけど、 iPhone じゃなくてコントローラーを2個持ってないっていう方は気をつけてくださいね。メジャーアップデートによりやれることも増えましたが、そういうの必要ないよって方でもアップデートをしないとアイスボーンがオンラインで遊べないので、皆さんマルチプレイを楽しみたいときは事前にアップデートをしておいてください。ということで今回は短いですが以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。